もともとは戦国時代とか合戦が多かった時代ですね。敵を生け捕りにしたなんていう時に、これが一番の武士の巧妙なわけですから、相手に逃げられた、反撃されて不覚を負わないようにいかに敵を縛るかっていうことで技術が向上していったそうです。江戸時代の資料によりますと、鳥縄は2つに分かれるそうです。本縄と早縄ですね。本縄の方は罪状が決まって下手人を連行する際もう逃げ出さないようにということでしっかりと縛る。早縄はですね、現場で犯人を取り押さえた、まだ罪状が決まっていない、とりあえず犯人が逃げ出さないように、あるいは抵抗しないように縛る、縄の先ですね、輪っかが作ってあって、このことを蛇口という言い方をします。蛇口にこの縄を一回こうちょっと通してですね、この輪っかを作って、相手の手ですね、ここにパッと